はい、ということですいません、全くスマートじゃなかった僕です。反省してます。激切れしちゃったもんね、昨日ね。サッカーバチクソ遊んでて、いや今日も子供とハンドボールやってて、ハンドボールを、なんて言うんだろう、こっちは、なんて言うんだっけな、名前忘れてた、教えてもらったんだけど、それタイではあのサッカー、フットボールよりもハンドボールの方が、あのプールで入ってやるハンドボールとかの方が、まあ、あのメジャーらしいです。多分わからない、プーケットだけかもしれないけど、ただシャイニーってうちのパートナーに関して、まあ、ブラザーに関してはあのフットサルやるよって言われて、ただ1年前に怪我してるからちょっと辛いかなって言われて、なんでフットサルにはまりまくってますね。てかここのホテルいると自然と運動するんで、目の前プールだから、で天然水なんですよ。なぜかといえば死ぬほど雨降るんで、プーケット降るとき、もうね歩けない、歩いちゃ無理、車かもうねバイクの場合は避難かびちょ濡れ、どれかしかない。シャワー、テイクアシャワーなんで、天からの恵みがダダ漏れて降ってくるんで、その時間は動けないか車で移動してるかじゃないと、バイクだとあーってなるんで、ちゃんと空を見てるんですよ僕は。でも多くのタイの人は空見てないんで、そうだから読めないんですよ空の。あれこれだと雨来るよね、ほらやっぱ雨降ったみたいな、ああ雨だっつって、でチェックアウトタイムだよって、いや今バチクソ雨降ってるからきつくないっつって、どれぐらいやるのと思うって、10ミニッツぐらいじゃないっつって、10分ぐらいじゃないっつって、7分ぐらいでやんで、ああもういけるかと思って自分で動いてたら、いつものストロングマンアイアンマンが来てくれて、あの荷物下ろしてくれて、でまあドライバーさんっていう、まあドライバーさんっていうか僕の方がマイフレンドなんで、あのマイフレンドマットなんで、ノットドライバーなんで、ノットセイムドライバーなんですよ。マイフレンドなんですけど、中は入れないって。なんでっつって、はっ、友達じゃんっつって、友達入れちゃいけないもん、なめとんのかみたいな話をして、でもね、それはダメらしい、スマートなんですよ。ヨーロピアンスタイルかな、メイビー。なんかすごくセンスのある。あの街中のパタンビーチのとこもすげえ良かったんですよね、あのトロピカルもなんだけど、ここはここですごくまた素晴らしく、でなんでこれ撮ってんのっていうと、いやあのキャッシュ待ちです、いくらですか、よかった振り込まれて、ハロー、ワッチャネーム、ワッチャネーム、サディカップ、オリオ、オリオ、オリオ、ジェッツ、そう、ストロングマンなの彼、ヒーズストロングマン、アイアンマン、メビアイアンマン、だってすごくないこれ、だってスーツケースこう持つんだよ、スーツケースね、そう、これがバキバキなんだよ、スーツケース俺これ持てない無理よ、っていうのが、because あのノーエレベーターインホテル、ノーエレベーター、yes、yes、up and down every day、but nature だし beautiful だし it's cool and smart and she clever gentleman、thank you so much、僕か、thank you、そう。まあ、大した英語喋ってないんだけどね、僕すごくないこれ、ほらで、キャッシュ待ちなんだよ、だから俺、友達だから気使うんだよ、やっべえ、マット待たしてるし、だマット的には仕事なんで、そうだからあの1日3000バーツで一応お願いして、ハーフタイムで2500って言ったの、分かんない、2000か2500って言ったので、最初の時2000バーツで、あれっつって、シャイニーから2000って言ったんだけど、みたいな。で、ファーストだからって言われて、あ、いいよいいよ、全然いいよって話をして、今日明日で6000バーツ、白く2万4000円で、まあ、僕の移動と、グラブじゃないノットグラブなの。まあ、彼のお仕事はグラブですよ。ただ、僕の場合は、マットはもうフレンドなんで、ごめんねって話して、資料もらって、借りて、ちょっと書き込んじゃって、こっちって印刷技術があんま上がってないのかわかんないんだけど、あのなんだ、時間がすげえかかるって、マジでっつって、で確かに俺前に名刺、おお、またか、またネクスト、いやネクスタイムまたレイニーすんの嫌なんだけど、やめてくんない、ちょっと我慢して、バチクソ雨降るから、そうマットさん待っててくれて、終わらないのキャッシャーが、うんみたいな、終わらないと思って、これやるとね、みんなビビるからやめたら、ナイフ着用みたいになると思って、そう、俺持ってるよ武器、ウェポン、I have weapon って、そう、いや、ノーウェポンって書いてあるね、大体ね、どこでもね、ここは分かんない、書いてないけど、あのスマートにお願いしますって言われて、いいんだよってやめますって、俺、めちゃくちゃ物かかってきたくせに、舐めてんのか、この野郎と思ったんだけど、
なんか多分ね、そのリスペクトはされてんのかされてないか微妙ではあるけど、シャイニーごめんって。今度シャイニーとか連れてってみよう。そう。いや、それハンドサインぐらいで終わるからね、入ったり。そう、いや、マントさんだってタイ語しか喋れない、あんま英語喋れない。皆さん自分の仕事をされてるので、あんまり気にしないでいいことも分かったし、いや、舐めてるわけじゃなくて、そのなんかね、いろいろとなんか語弊があったというか、あの誤解があったことにより、僕がアングリーしてしまって、またっつって病院送りになるか、アングリーしてブチ切れるか、どっちかっていうのが振れ幅でいくんですけど、すごく、あー、コップンカープ、これオレンジジュース、おう、やった、アロイ、メイビーアロイ、王さん、王さんが、そう、気遣ってくれて、あ、うめ、アロ、アロイ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 、うまーと思って、これうまい、うん、基本的にご飯、フードは欧米人の方が来るんで、ここだとヒンディー、インドの人、あとロシアン、ロシア人、ロシアは意外とね、プーケットまで 6カ所から飛行機がフライトが飛んでるんで来やすいみたい。ターニャもなんか、まあ、水パイっていうと怒られそうだけど、あ、父揺らしながら来た、はい、父揺らしながら来たっていう言い方やめてあげてもらっていいですかって相手わかんないからって、その言い方どうかと思うんですけど、いや、俺の中の解釈だから、見ればいいんじゃない？他の動画。ターニャ、かっこよみたいな。そう。Do you have line? とか Do you have Insta? って聞いて。そうなんです。ということで、仲良くしたい人には、ちゃんとリスペクトしてくれる人には、僕はリスペクトします。世界というのは、In the world, 唯一のルールです。多分、Maybe 唯一の one rule。相手を尊重しましょうっていう。で、尊重しないでくれくれくんは、みんな嫌いなんで、ぶち切れるっていう。打ち切れたりナイフとかチャカ携帯する人来ちゃダメなホテルだと思うよ、ここもっとスマートにクールにかっこよく生きてねっていう勉強になりましたということで、そうなんだよね、待ってるんだけどな、来ないな、まあいっかつ。いや、そのなんか何か所も行く場所を詰め込むと、そのプーケット、あ、終わった、フィニッシュ、よっしゃ、はい、あ、ごめん、そそり回った、ごめん、松さん、マット、ごめん、そそり回った、これあの、インヨカ、イエス、プリーズ、で、俺キャッシュ、あんま日本語しか喋ってない気がするんだけど、めちゃくちゃうまかった、これ、アロイ、イエス、プリーズ、いくらかな、ハウマッチ、タオライか、イエス、This one, deposit 2,000 already. Okay. So, total, you have to pay. Ah, yes, right. 結構むちゃくちゃ遊んだんですけど、もともとちょっと前に2000バーツ払って、で、2500バーツ最初に。違う、最初にデポジットが2000バーツか。で、キャッシュで1回ちょっと使いすぎてるから払ってくれって言われて、トータルでアマウントが1万1000バーツだから4万4000円ぐらいか、超使ってるねって。ワインうますぎてさ、つい。だからたまにバカスかサッカーしにくるのはいいけど、常宿に住むのはちょっと深いかもしれないっていうのに気づいたりするっていうのが、まあリサーチ、マーケティングリサーチ。で、ここじゃなくて、あの、要は次また新しいところに行って、そこはより高いので、それが近場だけどホテルのチョイスがいろいろできるっていうのも多分プーケットの魅力だと思います。ということで、ぜひプーケットに遊びに来てね。See you next time. Bye bye.